こんにちは、河野ゆきえです。今回はハンドメイド作家業は一人でやるものじゃないについてご紹介をします。ハンドメイド作家業って一人でやるものじゃないのっていうふうに思いましたか？もちろん制作をなんかチームを組んで多くの人と一緒にね、一つの作品を作るみたいな、そういうふうなイメージではなくて、何かあった時に相談できる仲間と一緒にグループを組んでおくってことは必要ってことなんですよね。で、この動画ではどういう状況の時に仲間が必要なのか、そしてその仲間っていうのはどういう人たちがいいのかということについてお話ししておりますので、これからハンドメイド作家として活動していきたい方、今ハンドメイド作家として活動しているけどまだまだ売上を伸ばしていきたい方、まだ売上が全然伸びていないよっていう方、こういう方はぜひ最後までご覧ください。私の公式 LINE では活躍できる服作り作家になる5ステップをプレゼントしております。ご希望の方は概要欄 URL よりお問い合わせください。まずどんな時に仲間が必要なのかというと、4つ挙げさせてもらいます。1つ目は毎日継続するために必要です。このハンドメイド作家の作品っていうのは、作って世に出したらすぐに売れるみたいな、そういう甘い世界ではないんですよね。もう販売をするっていうことなので、しっかりとビジネスっていうのを学んで、ビジネス思考を持った上で戦略を立てて世に出すことで売れるっていう仕組みになっております。なのでその売れるための下準備っていうのは必要なんですけども、その下準備している期間とか、本当売れない期間っていうのはものすごく辛いんですよね。本当にこれ作って売れるのかなとか、本当にネガティブな方向にしか考えることができないので、やっぱりそういう一緒に頑張っている仲間とか、励まし合える仲間とか、そういう仲間と一緒に SNS でつながっているだけでも、すごく自分の励みになってくるんですよね。販売方法とかいろいろ学ぶっていうのも必要なんですけども、自分が毎日継続するためにも仲間と一緒にいるってことは必要になってきます。2番目はトラブル発生時です。商品を売るっていうことはトラブルがつきものなんですよね。で、トラブルの中で一番多いのがクレームです。どれだけいい作品を作ったとして もうクレームっていうのは生まれてきてしまうんですよね。それは自分が全然悪くないこともあります。でもその悪くないことだってきちんと対応していかないと、なんか大変なことになってしまうこともあります。口コミが悪くなるってことも避けたいので、自分の今からする対応は正しいのかっていうことを、トラブルをしっかりと回避したことがある人に確認できる環境っていうのも必要ですね。3つ目は情報収集です。時代の流れっていうのは本当に早くなって、つい最近までやってて意味があったことが今やっても全然意味ないよというのが本当に普通にあるんですよね。で、このビジネスっていうのはやっぱり情報を持っていた方が有利になってくるので、常に新しい情報を取り入れて、ダメなところ、やってはいけないこととか、やった方がいいことっていうのは見極めていかないといけないんですよね。で、これって一人でしかも商品を作りながら情報収集するっていうのは大変ですし、そもそも情報収集でどこでしたらいいかわからないじゃないですか。わからないので情報を持っている人に聞くっていうのが一番手っ取り早いんですよね。このビジネスをやる上で情報は命だってことは覚えておいてください。4つ目は添削してもらうです。商品が売れないってなった時に、その売れない理由っていうのはたくさんあるんですよね。商品が悪いのか、商品の宣伝方法が悪いのか、写真撮影方法が悪いのか、 SNS の使い方が悪いのか、いろいろあるわけなんですよ。でもこれってどれが正しいかどれが悪いのかっていうのは見てもらわないとわからないんですよね。で、見てもらう人っていうのは成果をしっかりと出している人に見てもらわないといけないんです。で、その成果っていうのは集客ができているかどうかです。集客っていうのはお客様の問い合わせがあるかどうかっていうことですね。お客様の問い合わせがあるっていうことは、その人の発信がきちんとお客様に届いている正しい集客方法だよっていうことですので、しっかりとそういう集客ができている方から添削をしてもらうっていうことが一番ハンドメイド作家業として、ビジネスを成功する上でも大切なことになってきます。こんな感じで仲間が必要な理由として、毎日継続するため、そしてトラブル発生時、情報収集、添削、この4つを挙げさせてもらいましたけども、仲間っていうのはどういう人がいいのかというと、ママ友とか、ハンドメイドの趣味が合う仲良しグループとか、そういうものではなくて、しっかりとビジネスをしている仲間っていうのがいいです。それも無料のグループではなくて、有料のグループにしっかりと所属してください。
もう趣味の仲良しグループでその添削とか、まあ、情報収集とか絶対できないじゃないですか。何かトラブルがあった時でも、大変だったねみたいな、そんぐらいしか言われないと思うんですよね。なので、そういうビジネスの経験があって自分にとってしっかりとメリットがある人のもとに所属するのが一番いいです。でこれは無料ではなくて有料のグループに所属してください。無料だと本当に当たり障りのないことしか教えてくれないんですよね。でたくさんこの人教えてくれるやんと思ったとしても、それって本当3年前4年前の情報だったりするので、いつの情報なのかってことをしっかりと見極める必要がありますね。でなんでそういう当たり障りのないことしか教えてくれないのかっていうと、もう自分に置き換えると分かりやすいです。もしあなたが10年かけて10億稼げる力を身につけたとします。そのどうやって10億を稼げるようになればいいのかっていうことをただで教えてくださいって言われて、あなたはただで教えますかっていう話なんですよね。まあ、この世の中、全てお金ではないんですけども、やっぱりこういう真剣さとか本気度を表すためにはお金ってっていうものが必要になってくるんですよね。でそういう10億を稼いだ人にしっかりとお金を払うことによって、その真剣さとか本気度っていうのが伝わって、その10億稼げる力っていうものを余すとこなく教えてもらうことができるんです。今回のようにお金を払って10億を稼げる力を身につけるっていうのは、別にお金を損しているわけではなくて、自分の未来に先払いしてお金を払っているっていうことなんですよね。つまり自己投資というものになります。もう時間をお金で買っているっていうふうに思ってもらってもいいです。もう3年5年かけてもたどり着けないような世界にお金を払うことで10億にたどり着くことができるようになるんです。1億、10億だったら多分1億とか2億とか払わないといけないと思うんですけど、1億2億先払いをそして1年後にはもう1億2億稼げている自分がいるんですよ。来年1億2億稼げるんだったら1億払いませんか？そもそも1億っていうのは無理なんですけども、でもこんな感じで、自分が将来未来稼げるようになるためにはやっぱり自己投資っていうのは必要で、早く成果を出したいのであれば、成果を出している人に自己投資をして教えてもらうっていうことは必要になってきます。それがグループに所属するっていうことになりますね。私の服作りオンラインスクールでは、同じ目標を持った仲間とグループを組んで毎日励まし合ったり、疑問点はそのグループ内で共有をするようにしております。毎日継続するトラブル発生時情報収集、そして添削、これをね、4つを満たすグループになっておりますので、興味のある方は概要欄 URL より公式 LINE の方からお問い合わせください。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。